カモジマスです。ソグミチタマトです。ソグミ田中です。ソグミみたい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 。今日から今日からこれ新メンバー。新メンバーです。ありがとうございます。今回は明治大学に来させてもらいました。ありがとうございます。タマト選手といえばバックでしょ。バックでしょ。バックでしょ。以前あのフォアハンドとかでやってもらったんですけど。でもやっぱ北野先生はバックだというコメントがね、もう2000件ぐらい来てたんで、ね、山ほど来たんで、で今回は北野選手のバックハンドストロークやっていきたいと思います。はい、レッツゴー、レッツゴー。僕がバックで意識していることはまずテイクバックとフォロースルーです。でテイクバックはそのできるだけ後ろからラケット引っ張られてるように、後ろからラケット引っ張られてるように引いて、できるだけ大きく引く。ちっちゃかったら、ボールにパワー伝わりにくいので、できるだけ遠くにグリップエンドを持ってくるように引きます。でフォロースルーは肩甲骨を思いっきり使う感じで振り抜きます。これがちっちゃいとまたボールに力が伝わりにくくなってしまって、いいボールが行きにくいので、テイクバックとフォロースルーはできるだけ大きく、その中でドライブかけて回転かけてって振っていきます。で次足なんですけど右足、前足になる、前足を接地をしっかりガンって壁作るイメージで入って、そこからまあ体回していくことを意識してます。この前足がずれちゃうと、さっきも言ったようにボールにパワーが伝わりにくくなってしまうので、前足をちゃんと壁作る、これ意識してやってます。はい、ありがとうございました。田中選手どうでしたか。いや、あんまり上手かったですね。全然用意してない。急に打ち合わせしてるようでしてないんで、全く全く
やっぱ北本選手のバックという感じですか、やっぱり。バックっすね。北本さんバックっす。いや、バックっすよね、やっぱり。そうなんや。フォアやと思ってたけど、実は。バックなんやな。バックだよね、ということでね。あれでもやっぱ高所で言われるんですか、このバック。めちゃめちゃ教わりましたね。あ、やっぱそうなんですね。シングル教わった時に、うん、バックは特に強化したんで。いや、なるほどね。はい、その、たまものです。全然出てこなかった。自分では言えないけどね、と言えないけどね、まあ、それもあってマックハンドぜひ参考にしてほしいなと思います、はい、じゃあこの動画がいいねと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。